はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということでですね、本日は僕が大好きな家系ラーメンを特製でね、すり鉢で作っていただきます。めちゃくちゃ楽しみでございます。今日はですね、この東博楽駅という横浜の方にある駅に来ておりまして、ここの駅周辺には僕が大好きな家系ラーメン屋さんが2軒あるんですけれども、そのうちの1つを皆様にね、今回ご紹介できればと思います。以前ね、一度動画にもしているんですけれども、虎吉屋さんという超どの子美味しい家系ラーメンなんですよ。スープに旨味がギュッと詰まった、一口でね、目が覚めるようなパンチ力のあるラーメンなんですけれども、今回こちらですね、トラクチャーさんでございます。今日は美味しいラーメン腹いっぱい食べていこうと思います。今ね、撮影時間が3時半ということで、めっちゃくちゃ空腹なんですよ。もちろんですね、撮影に合わせて本日も何も食べておりませんので、しっかりとがっついて大食いしていこうと思います。ということでですね、本日のこちら虎吉屋さんにもお邪魔しておりまして、本日いただくこの特製のすり鉢完成しております。今回こちらのラーメンはですね、麺がなんと8玉特製のね、デカ盛りということで、トッピングも盛り盛りでいただいております。そしたらですね、伸びてしまうといけませんので、早速こちら出来たてをいただきます。もちろん麺も具材も全部美味しいんですけれども、まずこのスープですよ。このスープが一口目からズバッとくるんですよ。うまい。このね、凝縮された骨出しに鶏の脂で、そこにかかる醤油の風味と、一発で惚れますよこのラーメン。ちょっとみんなに本当に食べてほしい。うまで、このチャーシューがまた絶品なんですけど、火入れはほんのりレアめで柔らかくてね、で香りもしっかりあって、厚切りと、もちろんこれと麺をあえても美味しいんですけど、まずそのままね、うん、うまっ。わあ、このスモーキーさ、燻製のいい香ばしい香り、うん、まんな、うん、ちょっとこれ麺いっちゃいますか。いいね、スープまとってますね。ちょっといただきます。うわ、うまい。小麦の香りといいますか、パンにも似たようなね、この甘みのあるいい香り、それとこの肉巻いちゃってうまいね。このトラクチ屋さんにはね、僕もよく私生活から食べに来るんですけど、撮影をしてない際はね、大食いはしないので、基本的にチャーシュー麺、普通の並盛り一択なんですよ。だからね、その好きなラーメンがこうやってすり鉢で腹いっぱい食べれるって幸せすぎるのよ。目の前の光景がたまりません。そろそろ僕の大好きな海苔ほうれん草巻きでこの麺いっちゃいましょう。やっぱり結局この食べ方が一番好き。うまいな。
ここのラーメン、ほうれん草、海苔が合う。このほうれん草トッピングってやっぱりこの水っぽさがあるので、どうしても薄まっちゃう部分があるんですけど、この寅吉屋さんは追加トッピングをしますと、トッピングをする際にね、上から追加で醤油の返しをかけていただけるので、ほうれん草を増しても薄まらずにね、美味しくいただけるんですよ。これだな、うまいな。そうだ、これ皆さんにご紹介したかったこの寅吉屋さんの味玉ね、一旦これ割りますけど、この味玉の半熟加減最高じゃないですか。あ、うまっ、うまいな。うん、ただすごい結構食べてますけど、もう減らないわすすってもすすってもそこから湧き出てきますわ。久々にこのデカ盛りというかすり鉢食べてますけど、やっぱでかいねやばいな、動画のこと忘れてて、ちょっと無心で食べ過ぎてたさっきまで山のように麺ありましたけど、夢中ですったら多分あと並盛り3杯分ぐらいかな。やっぱ好きなもん食ってるとあっという間ですねお腹パンパンになるかと思ったけど、なんか心地よく今日帰れそうですわちょっとこの辺りでですね、これトッピングでいただいておりましたネギですね、最初から入れちゃうとやっぱどうしても味が変わるので、後入れで別皿でいただきましたが、折り返しをね過ぎたあたりでさっぱりといただくために、このネギ和えちゃいましょうか。またこの濃厚な豚骨スープにネギのちょっとした辛みとかがね、ピリッと後味引き締めてくれて、このトッピングもうまいな。そしたら本日せっかく家系ラーメン食べてますから、このライスと合わせていただきたいと思います。やっぱり最高の食べ方は海苔ほうれん草を巻いてこうですよ、やっぱりこれをねちょっとせっかくならね、今日たくさんトッピングいただいてますから、このトッピングを利用してライスアレンジしちゃいましょうか。このね、たくさんいただいているチャーシュー、ほうれん草、海苔をあえつつ、この卓上のマヨネーズですよ。でラストにちょっとこの卓上のね胡椒も振りつつ、この特製丼やばいな、もうやばいやばいやばい、食べる前からうまいもん。いただきます。もう
残りも少ないからわがままに食べちゃおう。でもやっぱり僕個人的に家系ラーメン屋さんに来るとほとんど味変調味料をラーメンに入れることがなくてですね、まあ私生活でね何度も来てるっていうのもあるんですけれども、冒険するとかではなくてですね、これを味わい尽くしたい。普段からね営業していると時間問わずね外待ちができるぐらい人気店ですので、並んででもねこの味を求めちゃう気持ちはねめちゃくちゃわかります。いやあっという間だな。カメラ回してまだ30分経ってないもんな。今日もですね僕の胃にとって一番ちょうどいい量を注文できてよかったそしたら本日最後の具材こちら味玉で締めさせていただきます。ごちそうさまでした。ということで本日はですねこちら僕の大好きなトラキチ屋さんで特製のですねすり鉢持参でデカ盛りを作っていただきました。いや本当にすごいなと思うんですけど、やっぱりね並盛りの完成度が高すぎるからすり鉢にしてもね美味しすぎるという。スープもかなり濃厚ですし味もしっかりしてるんですけれども、旨味が強いのでパンチ力ありながらまろやかさ滑らかさっていうのかな、そういった部分もしっかり残しつつ醤油やねチャーシューの香ばしさもうこの全てが合わさって最高最高に美味しいラーメンでございます。神奈川の方に来るとね発祥の地というのもあって家系ラーメン屋さんいっぱいあると思うんですけれども、ぜひねこの動画を見て気になったよっていう方は迷わずにこの虎吉屋さんで美味しいラーメン腹いっぱい食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。そちらを合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。